のところ、不安定な言動がたびたび炎上騒ぎを起こしていた女優の牧陽子が、自身のインスタグラムで、意識不明で入院した、と投稿。SNS をざわつかせている。牧さんは、3月8日までの間に自身のインスタグラムを2度、更新。7日午後11時過ぎに、吐くほどの拒食症になったとして、病院からメッセージを書いていると明かしましたが、その直後、投稿を削除。8日の夕方には、病院のベッドで横になっている写真とともに、彼女は意識を取り戻さないから代わりにパートナーである私が知らせます、と、牧の同行者と思われるものが記したかのようなポストを投稿。そちらも直後に削除されています。元プラスマイナス岩橋義正さんの、あ、俺をエアガンで撃った人だ、発言以降の牧さんには、疑惑に対する反論も含め、不安定な言動が続いていました。今回の意識不明の状態は定かではないですが、そんな矢先の入院とのことで、彼女の健康状態を心配する声が上がっています。芸能ライター、現在は削除されてしまったインスタグラムへの投稿からも、不安定さは見て取れた。一度目の投稿では、ただいま、お帰り、いろんなこと警察に話しました。死のうかと思ったけど、なんか逃げみたいで嫌で、全く会ってない芸人に全く見たことないエアガンで撃たれて、確かに当時宮川さんと中島くんとお酒を飲む中ではありました。しかしこの芸人は覚えてなくて、ましてエアガンに詳しい知人に聞いたら何年他頭が5は残る。とのこと、岩橋さん、その写真待ってます。ザコシの誇張しすぎたモノマネも友人から聞いて、コメント欄見たら食べてないのに吐くほどの拒食症になり、もう少ししたら死が待ってます。愛する娘を置いてそんなことは決してしたくない。殺害予告も多数受けました。もうバラエティも見れないし、好きだった笑うこともできない状態です。今は病院からこのメッセージを書いてます。教えてください。私は何か点滴暮らしをするほどの滞在をしたんでしょうか。もし、アンチなどのコメントがあった場合、点滴を抜きます、と綴っていた原文まま。ちなみに、牧の言うザコシのモノマネとは、誇張モノマネを得意とするお笑い芸人のハリウッドザコシショーが、エアガン疑惑の火消しのために牧が公開した動画をいじって、自身の YouTube にアップしたものだ、現在は削除。ザコシのモノマネの元となった動画では、牧は視聴者のコメントに反応し、牧陽子、トレンドになってる。だから、見るなよ、と叫び、突然、手にしていた着ぐるみを何度も叩きつける様子を公開。見て欲しいものは見てくれなくて、見て欲しくないものだけは見る。と吐き捨てていた。ザコシは、この時の様子を誇張したモノマネとしてアップしていた。3月9日、X では、牧陽子、意識不明、がトレンド入りする事態となっている。牧の現状が心配されるところだ。